攻撃されたとき、自衛隊は戦えるのか。米国の中国共産党政権への怒りが、ついに一線を越え、冷戦から熱戦に移行する可能性も高まってきています。ただし、中国は、国内失業者の問題や、洪水などの天災、それに伴う食料不足、香港自由化弾圧、チベット、ウイグル、モンゴルなどの少数民族弾圧等様々な問題を抱えており、対外戦を戦える状況に国内をまとめられるかどうかも定かではありません。習近平政権は、毛沢東時代のような鎖国に近い共産党指導による自給自足政策に戻ることも検討しているとされており、鄧小平以来続いた改革開放路線の継続もどうなるのかもわからなくなってきています。また、軍事的には、アメリカを中心とする自由主義陣営にはまだまだ及ばず、正面切っての軍事作戦では勝てる見込みは皆無です。そのため、もし米中衝突が避けられないとすれば、中共は、奇襲による敵戦力の壊滅を目論むことになるでしょう。その際に目標となるアジアの国は以下の3カ国です。1、日本、在日米軍含む。2、台湾。3、韓国、在韓米軍含む。です。韓国については、北朝鮮の息がかかった大統領が就任しているので、中共がほぼ手中に収めている状態ですし、アメリカも当てにはしていないので、放っておきましょう。そもそも、米軍も、半島での局地戦を想定した戦力を駐留させているだけであり、中国との戦いで、重要な空母打撃群や原潜、海兵遠征軍部隊は、すべて日本に駐留しています。奇襲の具体的な内容としては、以下が考えられます。1、弾道弾による奇襲攻撃。2、民間船を装った武装民兵やゲリラコマンドの侵入。3、すでに国内に潜伏しているゲリラコマンドの放棄。まず、1に関しては、衛星などにより兆候を察知できたとしても、備える時間は極めて短いです。時間単位ではなく、分単位になるでしょう。通常弾頭による攻撃になりますが、固定レーダーや航空基地は、かなりの損害を受けることになります。日本の平時の防空門は、24時間365日、レーダーによる監視と、スクランブル発進に備える戦闘機部隊で構成されています。対空ミサイル部隊は、通常は発射態勢に入っておらず、10分15分前に敵が襲ってくることが分かっても、対応するのはかなり難しいと思われます。これは、陸自の対空部隊も空自の対空部隊についても同様です。ということは、レーダーが弾道弾を探知することはできるのは間違いないと思いますが、戦闘機で迎撃することが難しく、弾道弾による奇襲攻撃を迎撃によって回避することは難しい状況です。しかし、平時の防空体制に含まれてはいませんが、数分で即応体制が取れそうな部隊があります。海自の護衛艦です。出航している海自の護衛艦については、数分でミサイルを発射できる状態に入れる可能性がありますが、弾道弾を迎撃できるミサイルを搭載しているのはイージス艦のみです。2020年8月時点で就役しているイージス艦は7隻ですので、海に出て任務についているのは2隻か多くて3隻ではないでしょうか。彼らが仮に迎撃ミサイルを発射できたとしても搭載しているミサイルの数は限られており、1隻あたり12発から16発と推定されますので、3隻出航していて、1隻あたり16発で想定しても48発しかありません。また、最新のミサイルである SM6 多用途ミサイルを搭載している艦であれば、再突入時に迎撃が可能となりますので、上記の48発に、プラスで迎撃ミサイルを発射できる可能性はあります。が、SM6 は、
まだ日本には到着しておらず、配備されていないと思われます。奇襲攻撃の際は、数百発の弾道ミサイルが襲いかかってくると思われますので、飛来する弾道弾の 10% も撃ち落とせないのではないでしょうか。中国軍は、推定射程 1500km と想定される DF-17 超高速滑空弾頭搭載弾道弾の実戦配備を2019年より始めました。このミサイルは、従来の DF-16 より射程が伸びていると想定されており、1500km であれば東京は難しいでしょうが、東海から西の日本列島は、すべて射程内に入ります。DF-16 は、射程 1000km 程度とされていますので、南西諸島や九州の西側は射程内に入ります。DF-17 は、マッハ5以上の極超音速で滑空しながら飛来しますので、実際に使える射程距離は、もっと減るかもしれません。それでも、従来の弾道弾よりは、迎撃が難しくなると想定されます。特に滑空しながら、進路を変更できる滑空弾は、未来位置の予測が難しく、イルミネーターを使った誘導を着弾ギリギリまで行う必要があると思われますので、イージス艦のミサイル同時発射数も、イルミネーターの許容範囲まで減るかもしれません。未来位置が予測しやすい従来の弾道弾であれば、管制誘導で発射することもでき、イルミネーターの使用が必要なくなるか、極初期だけの誘導で良くなります。そうなれば、同時発射可能ミサイル数は増大し、迎撃できる弾道弾の数は増えます。海自の護衛艦が 10% 程度の弾道弾を迎撃できたとしても、レーダー基地や航空基地には、複数の弾道弾が飛来するでしょうから、迎撃網をくぐり抜けた弾道弾が着弾することになります。日本の航空基地は、航空機を守るための掩体が揃っていない基地が多く、西日本側の基地の多くには掩体がないか、あっても、スクランブル待機用のものだけの数基分です。北側の千歳基地、三沢基地は、旧ソ連が仮想敵国だった時代に掩体が整備されており、配備機の全機ではないですが、半数以上は掩体に入れるようです。小松基地も百里基地も、一部は掩体が整備されていますが、今の最前線である那覇基地に至っては用地不足で、掩体はありません。そもそも、最前線航空基地が軍民療養とかどうなんでしょうか。良くないと思います。なかなか、自衛隊の施設拡張に理解を得られない土地柄なのかもしれませんが、努力するべきだと思います。このような状況ですので、弾道弾での奇襲に際しては、固定のレーダー基地、航空基地は、大きな被害を受けるでしょう。位置が固定されているので、弾道弾で攻撃されれば逃げようがなく、地下に管制センターがあるので、要員は無事でしょうが、露出しているレーダーは間違いなく、被害を受けるでしょう。そうなれば、浜松基地所属の E-767 早期警戒管制機や E-2C が、どれほど空中に上がっているかで、奇襲攻撃後の日本の防空体制が大きく変わるでしょう。現状では、E-2C が3機ないしは4機、E-767 が1機は空中にあると思われますので、レーダー網の完全喪失には至らないかもしれませんが、第2波で襲いかかるであろう長射程巡航ミサイルの迎撃には支障をきたすと思われます。戦闘機が上がらなければ、これらの早期警戒機を守ることもできません。そうなれば、対空ミサイルの射程範囲内まで後退を余儀なくされ、早期警戒網はかなり縮小されます。結果として、巡航ミサイルの発見が遅れ、さらなる被害が出るのではないでしょうか。第一撃の弾道弾攻撃により、航空部隊の多くは発進不能となるのは間違いなく、滑走路の修復だけであれば、比較的復旧も早いでしょうが、掩体がないので、航空機の多くが失われる可能性が高く、燃料庫の地下化も進んでいませんので、燃料庫が破壊されていれば、長期使用不能になる可能性もあります。また、滑走路自体の高架舗装なども採用されていないようなので、自衛隊の航空基地は破壊されやすい航空基地です。燃料庫、弾薬庫、滑走路、航空機、どれを失っても機能しないのですが、どれもまともに防備されていないのが現状です。近藤は、ここをかなり危惧しています。
台湾軍は大陸から近いこともあり、掩体がほとんどの部隊に整備されています。砲兵部隊も対空ミサイル部隊も航空基地もです。航空基地では航空機掩体は当然ながら、弾薬庫や燃料庫の地下化、司令部の地下化などがなされています。したがって台湾軍は奇襲攻撃を受けても多くの兵器や弾薬、燃料は生き残ることが可能です。そのため第二撃にもある程度対応はできると思いますが、自衛隊は第一撃で立ち直れないほどの痛手を受ける可能性が高いです。自衛隊も最新装備を導入しつつ、それを喪失しないように基地の防御力も上げるべきだと思います。危機感があまりに足りないような気がします。現場の方は分かっていらっしゃるでしょうけどね。政治はきちんと予算繰りをしてほしいです。先制攻撃を放棄して専守防衛を謳うのであれば、第一撃に耐えうる施設や装備をしっかりと整備すべきでしょう。次に、武装民兵やゲリラコマンドの侵入ですが、自由で開かれた日本は、偽装貨物船やタンカーが、将兵や武器を搭載して入港しても、気づかない可能性が高いと思われます。入港する前に指定海域に誘導して臨検してから、入港などの手続きは、日本に限らず、どこでも平時では行っておらず、たやすく武装集団を入れてしまう可能性があります。現状これを防ぐには、情報網による情報収集しかありません。事前に情報が入らなかった場合は、港に突然、数千人規模の武装民兵やゲリラコマンドが上陸することになります。最初は警察が対応するでしょうが、十分な武器を持たない警察部隊は一周されるでしょう。それから防衛出動命令が加令されて、陸自が準備を整えて迎撃に向かうとしても1時間以上はかかるのではないでしょうか。それほどの時間があれば、敵は都市部や原発にまで侵入し、多くの市民を人質にとって日本政府に武装解除等の要求を突きつけてくるかもしれません。そしてその武装勢力が国籍や所属を名乗らなかった場合、日本政府はどうするのでしょうか。中国語を喋っているが、中共の兵とは確認できず、中共は知らんふりを決め込み、知らぬ、存ぜぬを通しており、武装勢力が数万、数十万の市民を人質に武装解除などを要求している状況です。数万、数十万の市民の犠牲を覚悟し、市街戦を強行するでしょうか。自衛隊にはその能力があるでしょうが、政府にそれだけの犠牲を甘受する判断ができるのか、本当には確信がありません。もし、人質の命を優先し、武装解除に応じた場合、米軍の判断と行動を期待する以外になくなるでしょうが、米軍も自ら武装解除するような国を守るとは思えません。ここで終了です。武装解除した日本の領海、領土に、次々と武装兵が送り込まれて完全終了です。国際社会が批判したとしても、すでに占領された日本は助からないでしょう。チベットやウイグルと同じ末路が待っています。そして、中共は、無傷で手に入れた日本の技術や兵器を接収して、さらに強大になるでしょう。米軍は、グアムの線まで後退を余儀なくされ、台湾も終わるでしょう。このようなことにならないように、何か手を考えないといけないのではないでしょうかね。日本に入ってくる貨物船やタンカー、客船など、もう少ししっかり監視すべきではないでしょうか。特に、信用ならない国から直接入港してくる船には用心すべきです。最後に日本に潜入しているゲリラコマンドの蜂起です。日本には、帰化した中国人が100万以上、毎年10万人近くが帰化していると言われています。また、在留中国人は、10年前に韓国、朝鮮人を抜き、100万近くになっています。この中の 1% が、中共に通じた軍事訓練を受けたものだった場合、2万人が潜伏していることになります。
強力な武装を持っておらずとも、市販のボウガンや包丁などを用意した2万人が突然蜂起したらどうなるでしょうか。警察力では対処できず、治安出動命令か防衛出動命令を発令して自衛隊が対処することになるでしょうが、2万人が自衛隊の武器庫などを襲ったら、いろいろと大変なことになりそうです。自衛官は、駐屯地に侵入した者に発砲するでしょうか。発砲もできず揉み合いとなって、包丁などの近接兵器と数で押されれば持たないと思います。都心部の駐屯地は、どこも柵が低いし、十分な防御体制があるようには見えません。警衛の銃にマガジンは装填されておらず、実弾を持っているかどうかも不明です。近藤が思うにおそらく持っていないと思います。警衛詰所の金庫とかに保管されていると思います。なので、襲われてもすぐには撃てないでしょうね。近藤は、練馬駐屯地や朝霞駐屯地の前を車で通ることが多いのですが、いつも心配になります。数十名の刃物やボウガンを持った武装ゲリラにやすやすと柵を越えられても発砲もできず、武器を奪われるのではないかと本当に心配です。舞鶴に行った時も護衛艦が係留されている岸壁のすぐそばを道路が走っており、護衛艦が間近で見られたのは嬉しかったのですが、これは国内にゲリラがいたらひとたまりもないなと真剣に思いました。ダンプカーで突っ込めば護衛艦まで突っ込めます。高額な兵器も必要ですが、基地や駐屯地、武器庫や弾薬庫などしっかりと守れるようにしないと戦う前に終わりそうだなと本気で思います。アメリカ軍などは、警衛は常に実弾を装備しており、必要があれば躊躇なく発砲するように訓練されています。今回非常に長くなってしまいましたが、もろもろの件、ぜひとも改善をお願いしたいです。自衛隊が必要な時にしっかりと戦えるように、政治が真剣に考えるべきでしょう。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.